ちょっとついでに行こうかなと。一番なんかありますね。お、こんにちは。あ、お兄さん。お元気ですかみたいな感じ。元気です。お兄さんのおかげでいっぱいみんな買いに来てくれた。本当ですか。案外皆さん見てるんですね。昨日なんかしたの。え、これ側の、あの公衆トイレの方で。こっち側の方で、なんかお屋敷みたいな感じの。ちょっとついでに行こうかなと。休憩ご自由に。ちょっとなんか京都嵐山みたいな感じですね。誰かいますね。
で、こっちがね、美観地区に行ける道です。だから裏から行ったことになるんですよね。こんな感じです。立派な建物があります。ほう、へえ、立派な宿です。宿っていうか、まあものづくり体験ですね。こっち側にもなんかありますね。お、違う、立ち入り禁止、ここ入れないと。なんかね、この下に鳥居があるんですけどね、ちょっと行ってみましょうか。こんなところに電球が。ここかな。ここなんですけどね、ちょっと。無理そうですね。ここですもんね。ちょっとね、全体、建物の全体が確認というか近くまで行けることができなかったんで、ちょっと行けないですね。ちょっとあち神社に行きます。すごいな、立派な建物が。まあ、その立派な神社だったんでしょうね。はい、お、すごい綺麗な紫陽花が綺麗に飾ってあります。来ました、八神社。昔いちごさんで来ましたかね。で、ここからの美観地区の街並みが伺うことができます。
よし、まあ、こんな感じでございます。でここから下に降りるんだな。昔はね、七五三とか幼稚園のね遠足かな、なんかそういうので行ったりしたんですけど、まあ、この年になったら夜なんか肝試しみたいな感じで真っ暗闇になんかこの鶴ヶ山登るというのがありましたね。まあ、結果何もなくて、あのね、絶景というか夜景が綺麗に見えるという感じなんですけど、もう終盤戦ということなんですけど、まあ、こういう感じでね、倉敷この鶴ヶ山周辺にはねすごい貴重なものが、建物建築物があるんですよね。はい、ね、景色がいいですね。出だしに通ったとこです。下がここ通るのは多分初めてかもしれないです。まあ、なんかあのね、電車が通りそうな、まあ、建物というか、まあ、あるんですけど、まあ、あれ普通にアーケードなんですよね。恵比寿商店街のアーケードです。ということはこれをずっとまっすぐ行けば恵比寿商店街、まあ、肉のねいろはさんとかその辺のお店に行けるということです。よいしょ。今日はお休みですね。残念ながら。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。